淡路島移住の魅力に迫る、これが私の衣食住。この企画では、実際に移住されてきた方が、移住の意、職業の職、そして住むの住について掘り下げていって魅力に迫っていきたいと思います。そして本日もゲストに来ていただいてます。坂部あゆみです。あゆみさん、はい、滋賀県出身で年齢31歳です。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。では早速聞いていきたいと思いますが、衣食住の衣ということで、移住前はどんなお仕事されてたんですか？移住前は、滋賀県の方で最初、短大で保育園の勉強して、でちょっと2年ぐらい保育士して、でちょっと違う仕事してみようと思って、薬局っていうことでウェルシアで接客業をしました、はい、なるほど。滋賀県ではなんかどんな感じの暮らしのリズムだったんですか？もう平日は仕事行って、はい、でも家帰って、はい、もう寝てっていう繰り返し、はいはい、土日も別にそんななんかね、普通の平凡な挑戦するとかでもなく、なんかそんなゆったりして過ごしてたんですけど、はい、そんな毎日をしてましたね。うん、淡路島に移住するきっかけは何だったんですか？もともと主人が転勤するこう仕事やったんで、はいはい、いろいろ転勤回ってたんですけど、はい、なんか子供が大きくなるにつれて、うんうん、保育園とか、うんうんね、転勤もう1年以内とかで転勤になるので、はい、そうなったら、ね、転校ばっかりかわいそうやなと思って。そうですね。ってなった時にどうしようかなって言って、うんうん、で主人がちょっと起業してみようかって言って、はい、で、もともと住んでたというか実家の淡路島に行こうかってなって、うん、はい、こっちに来ました。なんかすごいですね、うん、じゃあ子供の転勤ばっかかわいそうだから、うん、俺起業しようかってなったんですね。なんかね、もう何でも人生一度きりやし、うんうんうん、したいことしようかみたいな感じで、はいはい、どうでした？実際住んでみて移住したての時はなんか全然違うなっていうのはあって、うんうん、なんかやっぱなんやろ、言葉のなんか、ね、方言もあるし、はい、全部なんか違うからなんか勘違いすることとかもあったりで、そういうのはちょっと戸惑うことはあったんですけど、はいはい、初めは慣れるまでは、はい、しっかり口調が激しめの、そうですね、はっきりした物言いをしますね、そうたら怒られてるのかなとか思ってしまう時もあったんですけど、はい、初めは、うん、めっちゃ嫌でしたね、最初。最初はちょっと怖かったかもしれない。今はでも、うん、その方があっさり、うん、なんていうやら、裏表なく。あ、そうですね、うん、それはありますね。そう、なんかはっきり言ってくれはんのはすごいストレートに感じてていいなって思います、うんうん、なるほど、うん、怒られても要注意かもしれないですね、移住してきて。別に怒られてるわけじゃないってことですもんね、うんうんうん、そうです。ありがとうございます。続きまして、衣食住の食ということで、具体的に今はどういったことをされてるんですか？週の半分は、はい、主人のパンの販売のお手伝いをしていて、はい、でもう半分は、10年ぶりの保育士をしてます、うんうん、じゃあお子さんを預けて。そう、預けて行ってます。すごいですね、お子さんじゃあ預けて、うん、自分は預かりに行ってるってことですよね。そうそう、大変ですね、ずっと子供と、はいはい、まあ、でもその分子供の、自分の子供のなんていうやろ、かわいいいさ、うんうん、というか、うん、一緒にいる時間はすごい大事にできるようになって。あ、それいいこと、うん、お休みとかちゃんとあります？お休みはね、土日、はいはい、あんまちゃんとあって、そこでも子供とじっくり遊ぶ時間はあるので、はいはい、保育士さんやりたいってなったら、うん、その就職先はすぐあるもんなんですか？保育士はめっちゃあります。あ、そうなんですか？めっちゃあるんですけど、まあ、自分で選ぶみたいな感じですね。そう、市とかも、はいはい、もうほんまに足りひんくって、うんうんうん、もう漏れる子も多いし、はいはいはい、めっちゃウェルカムみたいな感じで。これは耳寄り情報かもしれないですね、保育士で移住したい方。うん、めっちゃウェルカムです。ますか？子供たちが待ってます。待ってます、うん、パンの販売はどうですか、うん、されてみて。パンの販売はね、僕ら、うんうん、今この販売してるんですけど、はい、結構、ね、常連さんのお客さんとか、うんうん、もう結構みんな距離が近くて、うん、いろいろ話しかけてくれたりもするので、はい、なんかね、コミュニケーションできるのがすごい楽しくて、喋、うんうん、ってた自分もすごいポジティブになれるので、
うん、そのね、販売もすごい楽しみで。あ、そうなんですね、はい、これからこういうことしていきたいなとかいうことってありますか？ずっとこれ思っていることなんですけど、はい、もうコミュニケーション能力を高めるみたいな感じで、はいはい、なんかもうずっともう人見知りでこう来たんですけど、はい、こっちの淡路島に来てからだいぶ人と喋れるようになって、うん、あ、そうなんですね。全然そうだったんですね。そうね、なんかちょっとだいぶマシになってきたからもっともっと、ね、うんうん、高めていきたいなと思って、はい、私も移住者の人もそうやし、はい、なんか友達とかも増やしていきたいし、うんうん、それではずっと思ってます、ね、なるほど、うん、ママ友とかもだいぶね、はい、増えてきて、それめっちゃいいですね、うん、結構不安がってる人多いと思うんですよね、移住してきて、うん、なんか同世代の友達できるのかな、うん、あ、淡路島の人すごいあったかいから、はい、すごいなんか気さくに喋りかけてくれるんですよ、うんうんうん、だからね、こう喋りかけてくれはったらこう話しやすいし、うん、みたいな感じで、はいはい、うん、ここもすごいいいとこやと思います。なるほど、うん、コミュニケーション向上させて人と絡んでいきたいと絡んでいきたいということで、最後は衣食住の住、淡路島ではあゆみさんはどんな暮らしをされていますか？ね、休みの日は結構そのなんか U ターンしてきた友達がいるんですけど、はいはい、U ターンしてきた友達、はい、島外に住んでて、はいはい、うんうん、でこっちに戻ってきた。あ、じゃあ旦那さんみたいなパターン。あ、そうです、旦那さんの友達になるんですけど、はいはい、の奥さん、はい、とそうで、なんかその子も子供いるんで、はい、一緒にこのカフェ巡り、淡路島は結構カフェ、おしゃれなカフェ多いんで、確かに、そう一緒に巡ってっていうのがすごい、うん、してるんですけど、ハマってるんですけど、はい、あとね、公園巡りもしてて、はいはいはい、あとはそうですね、このふくらの町を散歩するとか、うんうん、よくしてます。それはお子さんと一緒に？一緒に。いいですね、うん、でめっちゃ安心しますよね、全く同じ境遇ってことですもんね。そうです、旦那の実家に帰ってきた者同士ってことですもんね。そう、一緒、うん、そういうの人がやるのもありがたいですね、うん、そうなんですよ。転勤いろいろしてきたんですけど、はい、都会に住んでたら結構ね、個々でこう家とか近所付き合いはそんなになんかないようなイメージあって、うんうん、はい、でまあ、なんか子育てしてても孤立しやすい感じやったんですけど、うん、こっちに来てからはすごいなんかみんな距離近いし、うんうん、こうなんかね、散歩しててもみんな声かけてくれはるし、うん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 、なんかそういう、ね、孤立しにくいし、うん、なんかアットホームに子育てできるのがすごいね、はい、いいなっていうのあります。なんかお子さんにとってもね、うん、いろんな人が気にかけてくれてる状況ってきっといいでしょうし、うんうん、そうなんですよ、はい、子供もこう人見知りなとこもあるから、はい、なんかどうかなと思ってたんですけど、うんうん、こう住むにつれてそれも人見知りもなくなってきたし、うん、あ、そうなんですね。そうなんですよ、あったかいですよね。そうですね、うん、確かに地域の人と関わりがあるっていうおっしゃっていただいたんですけど、その辺もう少し深く伺ってもいいですか？はい、パン販売をこうしてる時に結構お客さんとかね、はい、うんうん、よく来てくれるんですけど、会話することがあるので、うんうんうん、そういう時に、はい、まあ、なんかたわいのない話とかからこう喋っていって、なんかね、あこに新しいお店できたよなみたいなとか、なんかいろんな情報くれたり、はい、あとはお散歩とかしてたらね、うんうん、ご近所さんあったら絶対挨拶してくれはるんで、うん、そういう時に、うん、お話しする機会はあります。都会でね、お店行ってお客さんとか、うん、ね、喋ることってないですよね。そうですね、てかなんか喋った方があかんかなみたいな雰囲気はありませんか、うん、都会とか。そうですね、うんうん、こっちとかは逆にね、うん、話しかけてくれはるし。そうですよね、うん、なんかお客さん同士も店員さんとお客さんもなんかみんなでね、うん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 、情報シェアしてる感じあります、うん、確かに確かに、うん、全然違いますね、はい、じゃあそういうところ結構気に入られてるんですか？そうですね。逆にそういう人付き合いで嫌だったこととかってありますか？なんか逆にね、距離近すぎたらこう、うん、なんていうの、聞かれたくないこととかもあるじゃないですか、はいはいはい、そういうところはあるけど、まあ、でもそれぐらいですカットされそうで、でもなんか移住したい人どっちも知りたいんで、ね、わかりますわかりますよ。なんかその都会だったらこれ以上踏み込まれないっていうゾーンにバンバン入ってきますよね、うん、そう、それは
ありますね、うんうん、初対面とかでもね、うんうん、結構そういうこともありますね、うんうん、なんかどういう心でそういったケースをこう乗り越えていくんですか。まあそうですね、割り切ってますね、うんうんうん、もう、うん、悪気もないし、うんうんうん、もうそうなんですよね、うんうん、そんな別に深く聞いてはらへんから、うん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 、気にかけてくれたはずやろなと思って。そうですね、うん、それはかなり大事かもしれないです、ねうん、そういうメンタルだとね、うん、結構やり過ごせたりしますね、うん、淡路島で今生活されてるじゃないですか。その中でなんかこのおしゃれな服買いたいなとか、あなんかちょっと都会に行きたいなみたいな時ってあります、うん、そういう時は徳島県がもうめっちゃ近いので行くか、はい、あとはもうネットショッピングですね。でもめっちゃすぐ届きますよね。めっちゃ早いですよね。全然変わんないですよね、当該と。そうなんですよね、よく聞かれません、ね、淡路ってネット打ち申しても届くのみたいな、うんうんうん、なんか離島みたいな感じで、ね、全然違いますよ、ね、うん、めっちゃ早いです。普通に次の日は、ね、届きますよね。来ます来ます来ます。徳島ではどういったとこ行くんですか。福島はもう絶対イメタウンに行くんですけど、鉄板っすね、うん、なんかね、イオンみたいなところですよね、はい、まあ、子供いたら、うん、皆さん行きますかね、そこは、うんうん、でもじゃあ田舎すぎて不便だなみたいなそんな感じじゃないですか。あー全然、うん、まあ、どこも近いし、神戸もね、行こうと思ったらピッて行けるし。そうですね、うん、高速あるんで、はいはい、うん、まあ、でも車は大事かな、いるかなっていう感じですよ ね、 運転できたらじゃあそんなに感じない、うんうん、どこでも行けます、はい、この動画を見てる方は淡路島に移住したいなって関心がある方が多いと思うんですけど、そういった方に先輩として何かメッセージがあったらお願いします。はい、今住んでるとこは南淡路市の福良なんですけど、はい、特に福良はね、なんか人と人の距離がすごい近くって、うん、はい、みんな温かいんですよ、うんうん、ね、すごい気にかけてくれるし、はい、でなんかね、そういうところもなんか子供いたらすごいなんか、うん、ね、あとホームにこう育てれるというか、はい、子供もね、人見知りあったんですけど、うんうん、こう亡くなってきたし、うんうん、そこはすごいいいなって思います、はいはい、でまあね、ちょっと子供少ないですよ、だいぶ、うんうん、そうですね、うん、うちのとこの子供のクラスもだいぶ少ないんで、はい、友達募集中みたい な、 なるほど感じで、子供もっと来てほしいが、子連れの、はいはい、ね、移住者の人めっちゃ来てほしいんですですって、はい、多分すぐ仲良くなれるし、うんうんうん、ママ友もすぐ作れると思います。あ、ほんまですか最後に恒例の質問なんですけど、だからあゆみさんにとっての淡路島での衣食住を一言で言っていただいていいですか。はい、まあ、つながりです。つながり、はい、こう移住してきて、はい、こう、なんやろ、コミュニケーション能力、うんうん、ちょっとついてきて、こうね、うん、いろんな人と話す機会が増えたことで、うん、まあ、ママ友やし、この子供同士のこのね、友達というか、うんうんうん、そう、どんどん広がっていって、はい、なんかね、関わる人が増えてきたっていうのがすごい、うんうん、移住してきてよかったなって感じられてるってことですね。そうですね、なんか毎日楽しいし、ね、なんか孤立、うん、してたらね、このなんていうやろ、家族だけの世界やけど、うん、こういろんな人がいることによって、なんやろ、いろんなことも教えてもらえるし、うん、考えが、うん、いろんな考えを知れるから、はい、すごいなんか刺激的かなっていうのはあります、うんうん、これすごいですね、なんか淡路島に来て刺激があるって言うことないしですね、うんうん、人が変われるかもしれない。うわ、人が変われるかもしれない。どちらかというとそっちのがキーワードっぽいですね。人が変われる環境がここにはあると。ここにはこんな感じでこの企画ではたくさんの移住者さんから淡路島での暮らしについてお話しいただいております。もし気に入っていただけたら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではアディオス。